楽楽海運気学と駅なら鹿塾。それでは白く木星の6月の運勢です。はい、もう陽運期のものすごく楽しく走り回っている白くさんに一回休みみたいなのがやってきますので、うわーって思ってるかもしれません。6月の運勢最後までご覧ください。6月節は6月6日から7月6日までです。はい、6月は21日に夏至、そして7月の4日と5日の間に彼岸切り替えがございます。はい、彼岸切り替えというのは、今まで宇宙は夏に向かっていたんですよね。で、ここで陽遁から陰遁に変わります。この時ですね、宇宙の気がとても強いです。ですから夏至と合わせて恵方参りがおすすめです。恵方参りについては動画がありますので、ぜひこちらの方をご覧ください。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をしてください。そして概要欄の方から LINE 公式に登録をしていただき、チャットで開運と打っていただきますと、こちらの開運気質に俺はなるという有料級の動画をプレゼントさせていただきます。はい、では6月の運勢です。それでは6月の白く木星の3つのポイントです。1つ目、周りをよく見る。2つ目、死に相談する。3つ目、素直に従う。はい、もうね、陽運期ですごく忙しくてっていう風で全速力で走っていた白くさんが中級に入ります。そうするとですね、やっぱりこのね、勢いはちょっと抑えてねっていうようなタイミングに変わってくるんですよね。駅の件は真ん中になりますので、風痴感という毛になります。そうするとね、自分から周りがよく見れるよっていう、この観察の感ですよね。真ん中に入った時というのはですね、周りのことを自分が止まっているからこそよく見渡すことができるということになりますので、止まっているはずなんですよね。止まりたくないと思うかもしれません。このまま行きたいっていうふうに思うかもしれませんが、止まるからその後また加速するというようなタイミングのところに来ていますので、ぜひ安心して止まっていてください。もちろん自分からも見えますけれども、周りからもあなたの行動は見られてますよというようなところになっています。白く木星さん、本当にフットワークも軽いし、去年から引き続き調子はいいと思うんですけれども、今年こんな感じでカクって減速するようなタイミングがあると思うんですが、そんな時にね、ちょっとこうジタバタ焦ったりしがちなんですよね。ねえ、やっぱりね、車でもそうですよね。小学生のところが通るような道だったりすると、カクンってね、一回こうやって段差があるところ、バンプが来るじゃないですか。全速力でバーッという風に行ってる時に、歩行者がやってくるかもしれないので、ちょっと減速をしますっていうのが、もう途中途中来ると、わーとかっていう風になりますよね。ジタバタジタバタみたいな感じにね。と焦ってね、そんな姿をね、見せてしまうかもしれないけど、周りはね、見たくないですよ。そうなのです。白く木星の人って今多分すごく憧れの存在というか、ああもう本当あの人みたいになりたい、なりたいっていうような、そういうポジションに今あるんですよね。で、その人たちが今ジタバタしたりとか、まあ、ちょっと焦って変な言動したりすると、なんだってちょっとがっかり感が出ちゃうんですよね。あくまで今スーパーヒーロー、スーパーヒロインである白く木星の人には整っていてほしいというのが周りの希望です。そうです。今年のね、6月っていうのは年番と月番が一緒になりますから、本当にね、こう白くらしい白くの時期みたいなね、感じの白くの上に乗った白くっていう風になります。ですから整いがすごくやっぱり大事なんですよね。多少失敗したり、ポンコツが見えたり、するのは私は構わないと思うんです。そうですよ。だけどがっかりされたら終わりなんです、だからやっぱりがっかりされてしまうような浅はかな言動であったりとか、感情に任せたヒステリックな対応であるとかっていうのを見せないように、このまま今年は白く木星は憧れの存在で、いて
欲しい、まあ、そういうふうに見えるということですね。そうですね。で2番目に師匠に相談とありますけれども、うん、はい、環境としてはですね、風の上の風ですからね、孫威風という家になっています。ここに対人に理ありと書いてあるんですよね。ですから、まあ、自分のね判断だけではなく、本当に自分にとって苦言になるかもしれないというようなことも言ってくださるような師匠とか先生とかのところに行ってアドバイスを受けていただくのがおすすめです。周りからのね、いろいろな人たちの声を聞きながら、そして進めていく、ゆっくり進めていくという一月です。でその時にね、結構ねいいことばっかり言ってくれる人にしか自分が行かないということがあるんですよ。なのでどんどんこうね、鼻高々になっちゃいますよね。誰もが自分を止められなくなってしまうという状況はとても危ない状況なんです。ですから疎遠になってるかもしれませんけれども、あなたを育ててくださった方が必ずいるはずですので、こういう時ほどやっぱりね、アドバイスを聞きに行くことが大事になってきますね。そうなるとやっぱり苦言を呈してくれるっていう相手というのは、やっぱ家族であったりとか、それからまあ本当に昔から知ってる、まあ、仲のいい友達とかっていうことになってくると思うんですけど、うん、なかなか逆に調子がいい時にそういう人たちから言われると何をみたいなね、カチンってくるかもしれないんですけど、今こそそれが大事ということですね、うん、そうなんですよ。四六の人ってね、外面はいいけれども身内の人にはね餌をあげないというかなんかそういうこう二面性があるよってよく言われてますよね。なので自分の一番近い人たちからのクレームというかな、他に優しいんだったら私たちにも優しくしてよみたいなものを周りがね抱いていると思いますから、そういう人たちからの声にもぜひ耳を傾けていただきたいと思います。君子ならば、素晴らしい人間であればそれはできるはずですからね。よく見てくださってるし、一番身近で見てる人たちの意見っていうのも耳を傾けてほしいですね。そうですね。やっぱりね、私たちって相手が何か言ったっていう風に思ってね、人のせいにしちゃいがちですよね。でもね、実際はね、自分が相手に言わせているということもあるんですよ。潜在意識の中でこんなことを言われたら嫌だなとか、こんなことになったら嫌だなとかっていう風に思っているようなことの方がやっぱり100万倍の力を持っています。潜在意識よりも潜在意識の方が強いんですよね。ということは自分の中にどっかね、そういうものの思いがあるんですよ。それを一番身近な家族に言わせていて、自分の耳がそれを聞くことになるというふうにしています。設定をしているのは白く木星の方本人なはずです。ですから真摯にそういった言葉を聞き取るということが大事です。そしてよく周りを見るというのもそういうことです。自分の状況というようなものをやはり冷静に止まっているからこそ観察してみる、まあ不知観というのは観察というような字を書いていますけれども、よく見る、よく聞く、これはね6月ちゃんとやっていただきたいなと思うところです。では師匠というのも家族が今月は師匠かもしれないですね。そう、もしかしたらね子供かもしれないんですよ。私がねもういろいろとご相談を受ける中で、ああもう私には限界とかっていうふうに言った時にね、六白の息子がね、そういう時こそ優しさで相手に対応するんだよっていうふうにね息子に言われました。なのでもしかしたら自分にとってみればね、子供なんて何も分かってないんだっていうふうに思うかもしれないし、女なんだからね奥さんなんかは黙っとけって思うかもしれませんけれども、意外や意外身近なところに自分の師匠もいたりします。そして3番目の素直に従うというのにつながってまいりますねそうなんですよ。素直に従ってください。これがね四六のいいところなんですよ。孫威風という、これね風のどういうのをイメージしますか。風って山に行けば山に体当たりして山を壊すなんてことないですよね。山にぶつかれば風は上に上がりますよね。その時にその形を変えていく、目に見えない風というのは下から上にっていう風にして、謙虚に下から上に下から上になんですよ。ですから自分の身は低くして周りの人を上げてあげるっていう、この生き方が四六らしい四六さんになっていきます。ですから素直にがポイントなんですよ。いやいやながら従うじゃないんですよ。素直に従うという、宇宙や天に自分の身を任せるというような一月になるんじゃないでしょうか。じゃあ
6月はジタバタしてるシロクさんではなく、うん、優しい風を起こすシロクさんに触れ合いたいなというふうに私も思います、うん、そうですね。人数系列の良さですよね。柔らかな柔軟性がある、そして周りに従っていく、周りに合わせていくということです。ということはですね、多分今置かれている位置が自分にはちょっと合わないなぁというふうに思っているはずなんですよね。ということは自分が周りを合わせようというふうにしてやっていくといいと思います。周りの人に自分に合わせろというふうにコントロールしてしまうと運勢の悪い四六さんになってしまいますので、ぜひ自分から周りに合わせていくということをやってみましょう。そんな四六木星のラッキーフードを教えてください。はい、この時期四六の長いものということで、うなぎとか、もしちょっとうなぎ高いなと思ったらアナゴもおすすめです。ぜひこれを食べて力をつけてください。新年度が始まりまして、はい、私のところにもですけれども、うん、お悩みとかね、うん、苦しみの声が続々と、うん、届けられているんですけど、シカさんとかどうですか？ね、5月病かな。やっぱりね、学校入ったけれどもなかなか行けないとかね、あとね、もう入社式その日に辞めたっていう人もいたんだよねあともう人事でね、本当に予測もつかないところに、うん、あの人事異動がありましたみたいな感じでね。ねえ、だからちょうどね、いろいろなね、やっぱり変化のところに来てるからね、うん、悩みの方多いと思います、うん、日本は本当この時期悩む人激増するような気がします、うん、ね。5月病っていう風に病がついているわけなので、まあ、全体的にねそういうところがあると思いますが、まあ、初回私たち無料相談というのもやっていますので、ぜひぜひお気軽にね相談していただいたらなという風に思います。そして新しい講座も始まりますよね、はい、そうなんですよ。やっぱりね、過去からのデータでいろいろなものをね決定したり選択したりしますよね。で、これはねやっぱりね、脳の癖が変わらなければまた同じ選択をして同じ結果になっちゃうんですよ。もういろいろなところを勉強しましたね、占いから何からっていうこともいろいろなところに行きました。でも悩みがなくならない、人生変わらないっていう方たちがね多いと思います。ですから脳の癖を変えるという講座を用意しております。脳の癖って変わるもんなんですかね？変わるんですよ。例えばね、こう爪を噛む癖があるとか、うん、いろいろ人の癖っていうのは自分は気づかない、だけど癖だというふうに認識をして、さらに知るだけではダメなんですね。行動が変わる、行動心理学だったり、いろいろな量子力学とか潜在意識とか、もう全部詰め込んだ最新の講座をスタートしますので、ぜひ行動を変えるチャンスですので、トライしてみてください。そしてライブもありますね。そうなんですよ。今年はね、全国にこの天の声の吉野ちゃんと私とゆかいちゃんと3人もね回っていきますので、ぜひ会いに来てください。トークあり、うん、当然歌ありなんですよね6月ね、名古屋地元でやるんですけど、ツアーの第1弾、こちらは5月の29日にスタートです。なんと、福島県の二本松の竹温泉というね、多分ね、車じゃないと来れないようなところからのスタートです。時間は4時半開場で5時からスタート。空の庭リゾートという結婚式場なんですよね。二本松、そして竹温泉ということは、小竹、バイということは私、まあ、私たちが梅ということで、梅、新しいものを梅ということと、まあね、ディナーショーにもなっていますので、梅というふうに美味しいものを食べて、温泉に入って、そしてもう一日で、もうこれで本当にもう楽しくて幸せっていうふうにもう波動を浴びて、明日から変われる、そんなステージ、トークショーを用意しております。その他いろいろなところをね回るツアーの概要なんかも、載せておきますので、ぜひお近くの方に会いに来てください。